ドッグランとは犬の飼い主が管理の上、隔離されたスペースの中で引き綱を外し自由に運動させることができる場所や施設である。全国に有料、無料の施設が設置されている。和製英語であり、英語ではドッグパークと呼ばれる。設備として一層防止のための二重ゲートや給水設備などを有する。他には飼い主が行こうためのベンチや 暑い季節に犬と飼い主の双方に日陰を提供する立ち木などがある。地面は草地、厚く敷いたウッドチップ、タイル舗装や剥き出しの地面のままなど様々である。また、犬の体格の大小で犬を暮らす分けするための仕切りを持つところも多い。近年、愛犬と飼い主が開放感のある空間で思いっきり遊べる場所である。 ドッグランの需要が高まる一方で、犬、飼い主同士によるトラブルも後を絶たない。主なトラブルとして、他の犬や人に対して噛みつく、アレルギーのある犬に、別の犬の飼い主が勝手に食べ物を与える、発情期、または避妊手術をしていないメスに、オスが向かっていくなど様々である。また、トラブルから、犬や人の死亡事故へとつながる事例も発生している。 施設を利用する前に安全上の決まりやルールを飼い主自身で確認しておくことが大切である。森や SA に設置されているドッグラン旅行などで同伴する犬のために高速道路のサービスエリアパーキングエリアにも無料のドッグランが整備されている。ドッグランでトラブルに巻き込まれたらどうすればいい対処法まとめワンコロクラブワンカー クラブ、2018年11月2日閲覧。トラブル回避に知っておこう。ドッグランでの基本的な7つのマナーワンコロクラブ。ワンカー、クラブ、2018年11月2日閲覧。ドッグラン、サービスエリア情報ドッグラン、サービスエリアパーキングエリアドッグラン、サービスエリアパーキングエリア情報ウィキメディアコモンズには、ドッグランに関するカテゴリがあります。 ありがとうございます。